こんにちは。ウェブ集客の売上道場の鈴木康弘です。今日はチャット GPT とナイトを使って半自動で動画を大量生産する方法を教えます。これを使って TikTok や YouTube ショートや Instagram で収益化することも可能です。今からお伝えする方法を実践すれば、1、顔出しなし。2、スマホだけ。3、完全無料。で、いろんなことができます。TikTok を収益化してもいいですし、Instagram を収益化してもいいですし、YouTube ショートで収益化してもいいですし、自社の SNS マーケに使ってもいいですし、アイデア次第で無限の可能性を秘めています。必ず保存してあなたも実践してみてください。まず Nite というアプリはアバターを作って AI 音声に喋らせることができるアプリです。このアプリやばいことに商用利用 OK、 しかも無料。やばくないですか？絶対使ってください。まず Nite のアバターを作ります。もともとあるアバターでもいいですし、自分でオリジナルで作っても構いません。この時スピリチュアル系だったら神様っぽいデザインにするとか、ビジネス系だったら先生っぽいデザインにするのがいいと思います。このナイトっていうのは自分の音声を登録してその声で喋らせることもできるし、 AI 音声じゃなくて自分でアフレコをしてもいいです。どうですか？これが無料です。やばくないですか？ナイトのアイコンはこちらになりますね。次にバズっている動画を参考にしてチャット GPTで台本を作ります。いわゆる TTP ってやつです。 TTP っていうのは徹底的にパクレの略です。ここでバズ動画の音声をテキスト化してくれる便利なアプリがあります。ブリューです。動画を保存してブリューにかけると自動的に文字起こししてくれます。このテキストをもとにチャット GPT に命令を送ります。命令文はこちらの通りです。ブリューのアイコンはこちらになりますね。ただそもそも元動画の音声品質が悪ければ文字起こしがちょっと難しいので、もしそんな時はネットから情報を持ってくることもできます。その時の命令文はこんな感じです。じゃあ実際にちょっとやってみましょうか。チャット GTP を立ち上げて、実際にこんな感じの命令文を入れます。はい、あっという間に原稿が出来上がりました。でこれを原稿をこんな感じでコピーしてナイトの方にこれですね、貼り付けて、であとは再生すると。ストレスを解消することが大切です。受験は長期戦ですから、計画的な学習とバランスのこんな感じですね。 TikTok で収益化を狙うなら1分以上の動画が望ましいので、チャット GPT で作る台本は500文字以上を目安に作ってください。 Instagram のリールや YouTube ショート用にというのであれば、チャット GPT で作る台本は400文字以下を目安に60秒以内になるように調整してください。あとはできた動画にキャップカットでテキストを入れれば完成です。今回の動画ではチャット GPT とナイトを使って動画を大量生産する方法について解説しました。日進塾 .net では SEO、SNS、AI 技術を駆使したウェブマーケティング戦略を提供しています。 AI を作って業務効率化したい、 SNS で集客をしたい、何から始めていいかわからない、などなどお悩みがある方は無料の個別相談を実施しております。LINE 公式アカウントより個別相談のご予約お問い合わせをいただければと思います。最後になりますが、この動画が参考になったという方はぜひコメントをお待ちしております。高評価とチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。日進塾 .net